山取家は福岡一文字最盛期、鎌倉時代中期に作られたとされる日本刀の一つ。昭和27年3月29日に国宝に指定された。国宝指定名称は立ち名一文字で、こしらえは内刀なごしらえとして、刀身の月に指定されている。米沢上杉家に伝来し、上杉掛勝の愛刀35個師の一口とされる。 形状は刀身に反りがあり、しのぎの筋が刀身の中央寄りにあるしのぎ作りであり、胸は日本刀にしばしば見られる山形のよう胸となっている。反りの中心が刀身の手元寄りに位置する腰反りで、その反りが高い。長寿の辛いと果実鍛え肌は日本刀に最もよく見られる痛め肌で鍛え目がはっきりしている。刀身の焼きの入っていない平地と呼ばれる部分には、 死にげという大きめの鋼の粒子が淡く見え、一文字派の特徴である、長寿人の内へ花長ばの特徴を持つ、大蝶み乱れという華やかな乱れ人となっている。刃紋はしのぎにかかるほどの大模様で、葉の縁から刃先に向かう線である、足や葉の中に点として現れる刃などの働きが無数に存在し、所々ここ,こうの組織の洗い物やその集まりが、 戦場に重なって輝く金筋が確認できる。刀身の先端部である喫先は、喫先の長さは3.3センチメートルとなっている。これは、喫先が3から4センチメートルの中喫先で、中でもがっしりとした、鎌倉時代中期の特色の育び喫先を持つ。育び喫先は、胸から刃先までが広くて、峰が少なく、元と先の幅の差が緩やかで硬いものを切るのに、 適性を持つ。切っ先の波紋を意味する帽子は、表と裏で異なる。表側は、乱れ葉の波の間隔の広い腕れがあり、葉の先端部に進むにつれて、ほうきで吐いた後のように見える吐きかけが確認できる。裏側は同じく腕れがあるが、こちらは小丸に帰るという、切っ先に向かって小さい円を描く波紋が見られる。表裏にボードイがある。ボードイは、 高地に一本の太い溝を掘ることで、問いがあるという場合一般的に、ボードいを意味する。使用する際は、柄で覆われている茎は、反りがあり、生部形という製作時の茎がそのまま残った状態で、現存する。茎の先端は、丸みのある栗尻で、柄から茎が抜け落ちるのを防ぐために掘られたヤスリ目は、勝手下がりとなっている。闘身と柄を固定する、目釘穴は二つある。 無名であるため、個別の投稿名は判明していない。これは削られたためではなく、元から名がない状態となっている。付近の刃に切り込みの跡が残っている。刀身に付属する内型名ごしらえは、室町時代後期の作品で、全長 110.2cm、柄長 27.8cm。つばのない合口ごしらえと呼ばれるもので、滑り止めや手触りのために柄は、 愛を巻き、鞘は黒漆を塗る。この唾のないこしらえは、植杉家以外では、ほとんど見られないものとされる。一方で、法流寺西遠藤の所蔵品や、同じ室町時代の風俗画である、犬大物図病部に、その存在があることから、植杉家固有のものではないとする考えを、大阪歴史博物館の内藤直子は示している。植杉家伝来のこしらえは、 後世にて形を変えられずに残ったものが多いとされる。1997年の日本の刀天の図録では、剣心の好みに合わせて作られたとする考えが述べられている。小刀の柄である小柄と身出し並みを整えるための小道具である郊外は、尺道魚骨に高掘りで、肉甲に掘られた造眼の虎が設置されている。魚子は、切っ先が小煙のねを使って、 金属の表面をへこませて、粒が散らばるように加工する技法。魚卵の散らばるように似ていることから名付けられ、尺道の地に加えられることの多い処理とされる。刀身が柄から抜け出すのを防ぐ目抜きは、尺道にそのまま虎の姿を姿彫りで表現している。立みが強いと言われる、頭という柄の先端に装着された補強部分が大きく、 手で握る部分が細く作られた形をとっている。刀剣研究家の佐藤勘山は特につかなりを、後世では真似できない一品と評している。名前の由来について、佐藤は本作の美しさを賛美したものとして捉え、山鳥の羽や夕焼けの山から来るものと推察している。また号に関しては、金垣で、三種王毛と記された札が存在している。 福永は、総林早指電機の説について触れ、山火事の燃え上がる様から、山消防とする説に触れているが、呼び名からそれはないとする見解を示している。前述の通り作者の特定はできていないが、福永は、備前一文字の作品と考えられていることを、記している。しかしよく知られる、吉坊、乗りふさ、透金などの名を持つ者の作風とは異なるものと、評されている。 福永は、上杉の大長並びに、天正十九年に記された、総林自伝機の記述から、かつては、金光の作品と考えられていたことに触れている。第二次世界大戦前後まで、刀剣研究家の福永水賢は、日本刀大百科事典にて、上杉家の刀剣大長での記述に言及し、工事二年十月に、上州白井城主である、長尾賢家が、上杉賢心に、 上州に向かった際に献上した美前をさふ金光の作であるとの記述を紹介している。佐藤は本作を武将と名刀にて関東官僚伝来と推測している。第二次世界大戦終戦後に植杉家から岡山県の愛悼家のとに渡った。1948年に開催された日本美術史総合展覧会では植杉家の所有となっている。 1997年により、岡山県立博物館に帰宅された。これ以降、県立博物館では、年1回ほど公開されてきた。展示が予定されていた上越市立総合博物館。改装後は、上越市立歴史博物館と改称。上越市購入の打診と白紙化2016年8月23日、新潟県上越市長の村山秀幸が、 定例記者会見にて、個人が所有する、山鳥毛を自治体で購入する方針を明らかにした。上越市によると、継承が1598年に、春日山山城から離れた際に、上杉屋ゆかりの品々が市内を離れたことから、献身ゆかりのものを集めることを歓迎する声があるとしている。この時の研究者による、評価額は3億2000万円とされる。同年9月6日には、 国宝県振興立ち収集市民会議が発足し、購入のための資金獲得に動き始めた。それに対し、税金での購入に反対を示す署名活動が行われ、2017年3月22日に265名分の税金購入への反対署名が提出された。山陽新聞では、岡山県外への文化財の流出を懸念する記事を載せるなどの反響が見られる。 また購入に当たる税金の利用には反対という声もあり、市民有志が2017年2月に開いたフォーラムでは、市長の他賛成派反対派合わせて約100人が参加した。上越タウンジャーナルの2016年9月時点での調査では、アンケートで47%の上越市の住民が反対の意思を示している。上越市は2017年4月時点で、 同年度予算案に購入費として3億2000万円を設定し、購入後は、ふるさと納税や寄付金などをその資金に充てる方針を示していた。しかし、市の予算である3億2000万円に対し、所持者はそれに加えて上乗せされた金額である5億円を希望していたという祖母が2017年5月に明らかになり、金額の折り合いがつかず、最終的に上越市は、 ヤマトリ家の購入を断念した。この時の寄付金、計7350万円はほぼ同年度末までに返還された。この時、日本骨董学院学院長の細谷隆夫は、週刊誌の日刊現代の取材に対し、本作が海外にて高額で落札され、流出してしまう懸念を示している。瀬戸内市による購入展示が予定される美前をサフネ刀剣博物館、 翌2018年1月、所有者から岡山県瀬戸内市に購入の打診が行われた。瀬戸内市は外部の人員からなる評価委員会を設置し、評価委員会は6月に経済効果を含めた資産価値を5億円以上とする意見書をまとめた。当初は8月から開始を予定していたが、7月に起きた西日本豪雨の影響で延期となった。 2018年6月21日、市民団体、国宝立ち、山取リゲの購入に疑問を呈する会により、市議会への関連予算案の上程中止などの申し入れ書が瀬戸内市長の竹久明成へ提出された。2018年6月26日のクラウドファンディング事業費は8時間の議論の結果、基金として積み立てた後一般会計への繰り入れが必要なことから、 重複分も含めて約17億円となることが決定した。なお、この提示された金額には隠し以下の形で記載されている。これについては総費用のわかりづらさがあると指摘を受けた。それに対して、瀬戸内市は6億集めるための経費込みであるため、合計金額は可変であることや、11億はクラウドファンディング参加者全員がふるさと納税の返礼品を受け取った。 債の金額であると述べた。7月6日には、国宝、山取り下購入活用プロジェクトが、内閣府地方創生推進事務局が推進する地域、再生制度の認定を受けた。このプロジェクトでは、本作購入後、瀬戸内市全域において、市のシンボルとして国内外に発信し、観光客の誘致につなげる狙いや、地域の経済効果の向上を狙うこと、経費は、 瀬戸内、一山、鳥毛里外力金という企業版ふるさと納税で積み立てた基金を活用することなどが記されている。瀬戸内市教育委員会社会教育課課長補佐の若松巨氏はインタビューにて、第二次世界大戦後に日本刀の作成が禁じられたこともあって、投稿の数が、おさ船では一人しかいなかったことにも触れ、職人の育成や、 技術発展にも期待している旨を述べた。定期的に行われている瀬戸内タウンミーティング意見交換の中でも9月8日に開催されたものから本作購入に向けた取り組みについて市民との間で議論が行われた。以下はその概略をまとめたものとなる。2020年2月の市議会代よりの一般質問の中で竹久はこれらの講演について振り返り、 参加者には意義を理解してもらったと述べている。10月23日、竹久が東京都内の記者会見にて、クラウドファンディングを用いた山取りの購入を目指す、旨を公表した。これについて竹久は、税金購入による、市内での意見の相違による分断というリスク回避と、備前刀の情報発信、加えて、刀舵の文化及び技術継承に生かすことを目的として述べた。 その上で購入費、返礼品、保管先の設備強化のため最終的に11億6000万円を集める目標を明らかにした。この資金確保の一環として、2018年12月に、備前をサフネ刀剣博物館にて制作された、山取家の写しを含む、返礼品が展示された。一方市民団体からの反対意見として、豪雨の影響もあり、 災害対策や子育て支援を優先すべきとの意見も上がり、前述の通り延期された。山陽新聞によると、新調論の中では、町の現状に見合っていないとする意見や、維持管理費を示すべきとする意見が述べられた。また、瀬戸内市議会の11月定例会における一般質問では、本作の購入に、基金も税金も使わないと述べた。経済効果に関して、 経済評論家の山崎元は、日韓現代にて、どの程度の経済効果があるかが未知数で、市民に分かりやすい方法があるのではないかと疑問を提示した。また経済アナリストの森永拓郎は、日韓現代にて、文化財の購入そのものには賛意を示しつつも、刀の購入そのもので、元が取れるのは、数百年後になるのではないかとの考えを示した。2018年度、 クラウドファンディングの内訳、重複分を含む、プロジェクトの資金確保は難航し、1月29日に所有者へ連絡を入れ3月末まで期間を延長する。また宣伝や返礼品のためにその時点で6200万円の経費が使用されたことも発表された。1月14日には竹久が謙信に奮して、岡山市にある鬼別彦の神社にて、 プロジェクトの PR 活動を行った。その後2019年1月末までの集まった金額が2億5415万円と目標額に到達しないことから2月14日、竹久は記者会見にてマトリ家の購入にふるさと納税などの寄付で資金を調達する予定を撤回し、自治体の貯金に当たる財政調整基金から不足分を充当することを示した。 合わせて関連議案を市議会に提出した。クラウドファンディングの難航について竹久は時間と見通しの不足を原因として挙げた。また市民から業者への委託料が不当だとして住民監査請求が市監査委員に依頼された。この決定への反対として2月25日に市民団体から中止を求める署名2137筆が提出された。 しかし3月に所有者から資金調達を待つという話が上がり、3月6日に撤回が議会に伝わり、方針の転換への批判はありながらも、3月15日に議案の撤回は認められた。その後この方針は、瀬戸内市による購入に賛成する市民団体、統計インターネットコミュニティから4696府で反対の国宝立ち、 ヤマトリ家の購入に疑問を呈する会から4231府での署名を市議会に提出された。3月20日、市議会の2月定例会はヤマトリ家の購入資金調達を寄付によって集める補正予算案を可決、閉会した。条例案の可決は賛成9人、反対8人の僅差だった。この時議会だよりで賛成意見として応援されている企業や人々の 意向を尊重することが挙げられ、反対意見には、地方財政法第3条に則っ,っていない論拠の弱い予算案であるとの考えなどが挙げられている。また、市議会議員の室崎陸会に購入によって、議会と市の分断の発生が危惧されている。この頃若松は、学芸員資格を所持していて、日本党に関する知見を持つとして、プロジェクトを担当するチームに加わり、メンバー間で、 秋港に特に注力することを決めた。2019年8月の市議会の定例において、築35年を迎える備前をサフネ東京博物館の改修費用として1億4000万円が、費用として計上された。9月20日にクラウドファンディングの新たなサービスとして、参加者に正式な所有権はないもののオーナー賞が交付される、一口配当を十月から開始することが公表された。 この所有者気分が味わえるとされた制度が、愛好者の間でツイッターなどでの口コミを通じて、広がり、それまで低調だった、寄付額が2019年10月には9400万円と、同年9月の9倍に達した。9月14日から開催された、一文字とおさふねと、題した、展示の10月8日から14日にかけて、以前おさふね刀剣博物館にて、山取り家が陳列された。 小説家の我が原里氏は、この展示が行われた際に、地元のバス会社が一週間のみ、シャトルバスを無償運行させたことを記している。この展示において、本作の展示期間中に、約5,500人が来館し、最大で1時間半待ちの列が形成されるなどの影響が見られた。この時、一口配当のブースを会場に設置した。11月17日には、 佐野美術管理次長の渡辺太鼓を招き、講演会、日本一ゲやかな備前刀を実施した。11月21日、文化庁との協議の結果、博物館の改修が急務ではなくなったとして、目標額の6億円から、展示施設の改修費用を除外した5億1309万円に修正する方針を明らかにした。12月には、 一月で1億5000万円以上の寄付が集められた。また、以下のように、各企業や団体からの寄付が行われた。2020年1月27日、購入費用が目標を上回ったことが報じられた。これは、産業新聞によると24日に、地元企業からの大口の寄付によって達成され、その後の寄付は、関連基金に積み立てられるとしている。二月十七日、 瀬戸内市は4月に文化観光部を設置して文化財などの管理を市長直轄にして教育や観光に役立てる施策を明らかにした。竹久は購入資金調達の2019年末の寄付額の増加の要因の一つとして10月に行われた展示の影響に触れている。2月14日から29日にかけて同作が岡山県立博物館にて展示された。 2月19日に開会された定例市議会にて売買契約のための議案が提出され、3月17日に可決したことが報じられた。寄付は個人が17,354件、団体と企業から154件を合わせて、総額8億8,095万6,472円と、目標金額5億1,309万円の125.5%に、 発したこのうち企業版ふるさと納税では147社から3億1201万円を取得した。瀬戸内市は返礼品などの費用を除いて6億4401万円を資金として取得した。この金額は歴史ライターである宮永忠正に日本党の中で最高額だと評されている。またこの補正予算案には山取ゲの商標登録手数料や 本作の運搬費、寄付者に対する令状の送付などで962万円が加算された。22日には、瀬戸内市に本作が引き渡された。瀬戸内市は本作を文化庁の要項に従って定期公開する意思を示しており、バーチャルリアリティを活用した展示なども整備して、来館者数の増加を目指すとしている。プロジェクトのプロモーションを目的として、2020年8月に、 岡山市中区の岡田昌雲が本作の写真やふるさと納税を呼びかけるメッセージの掲載されたラッピングトラックの出発式が開催された。観光事業としては瀬戸内市内に所在のある次元院と強夫神社にて絵馬が制作、販売された。本作は2020年の春に展示される予定だったが、同時期に発生した新型コロナウイルスの感染拡大により、 2020年9月10日から10月4日までに延期された。瀬戸内市議会議員の草加敏子は当時の雰囲気について記しており、コロナウイルスの感染拡大による不安が市民の間で広がる様子について触れ、予算についてもこの時期に本作の展覧会を開催すべきではないと反対したと述べている。展示は感染症対策のため完全予約制で予定通りに行われた。 予約制で展示開始時点で9割ほど埋まっており、9月半ばに予約が埋まった。最終的には、この展示に6682人が足を運んだ。11月29日には、ユメトピアをサフネにて購入記念コンサートが開催された。本県で竹久は、岡山県において地域振興に貢献した人物などを称賛する。 第17回、岡山武蔵クラブ大賞、特別賞で大賞を受賞した。また、セット内氏は2021年1月26日に地域活性化を実現したとして、令和2年度企業版ふるさと納税に係る大臣表彰の地方創生担当大臣表彰を受賞した。本作は、上杉加月活を手先36個市の一として知られ、また、 鎌倉中期備前一文字の最高傑作とされる。一方で1900年に設立された日本刀研究と保存を目的とする中央刀研会所属の鑑定家で都ぎ師でもある山田絵は本作についてしのぎの筋が通っていない全体的に金星に欠ける田舎びた作品として評価に疑問を呈している。都ぎ師の小野光隆氏はにえと匂いの作風が 対照的である、総集ものと備前のを比較する中で印象に残る作品として、山取りに触れ、他の一文字の作品と地鉄の細かさが異なるとしている。また、一文字の作品ではないとする意見や作品として、洗練されていないとする考えにも触れつつも、本作が一文字の名作の中でも本来の水準を超えた作品であるとの考えを示している。 東京国立博物館研究員の佐藤寛介は本作の波紋は偶発的な産物で唯一無二のものであると評している。継承が記した腰物目録では上秘蔵とされている。渡辺は本作について一文字派の刀の中で最も豪華な波紋を持つとして、この波紋は再現不可能と評されると述べている。1937年12月24日に 重要美術品に認定され、1940年5月3日に当時の国宝保存法に基づき旧国宝に指定された。前述の通り、1952年3月29日に文化財保護法に基づく国宝に指定された。本作は前述の通り習いや写しが複数作成されている。中でも、投稿の王の義光は昭和59年に作成し、 代表作と評された写しをはじめ、昭和61年の作品や平成16年のものなど生涯で複数の山取り家の写しを作成している。また、大野の昭和61年の作である、立命越後国吉光作には白鞘師の広い、秋久によるこしらいの写しが付属している。他にも瀬戸内市のクラウドファンディングの応援のため備前市の備前焼き作家が作成した。 美前焼の山取毛は、地元の東京都縁のある、雪江神社に奉納された。サブカルチャーにおいては、スマートフォン向けアクション RPG、天下百軒山、マイナス日本作を擬人化した山取毛一文字が2017年10月23日に、実装された。2020年4月1日から5月24日に、かけて、岡山県津山市主催の、天下百軒と、 名刀写し店津山ゆかりの刀剣再現プロジェクトにて本作の写しがキャラクター画像と共に展示された。2019年12月には刀剣育成シミュレーションゲーム刀剣乱舞オンラインマイナスにて山取りが実装された。ゲーム制作企業ニトルプラス代表のデジタローが瀬戸内市の本作購入の記者会見のため竹久に ニトロプラス所持の写しを貸し出したり、日本放送協会の取材に対し瀬戸内市の購入計画との連携も要望があれば検討する、胸を示している。12月25日からは、渋谷パルコ内の店舗である、東京ラ南部よろずや本舗にて大野による本作の写しが展示された。朝日新聞は、ゲームのファンによるふるさと納税が前述した、瀬戸内市のクラウドファンディングにおいて、 企業からの大口の寄付と合わせて追い風となったことを指摘し、毎日新聞もキャラクターの実装がクラウドファンディングに影響を及ぼしたとの考えを述べている。また2020年9月10日から10月4日の展示ではゲームとのコラボレーションとしてオリジナルグッズの販売などが行われた。またクラウドファンディングの寄付により、ニトロプラス特に海アセットマネジメントは根獣報賞を受賞した。 瀬戸内市のクラウドファンディングの効果は2020年2月9日に特別重要統計にあたる8文字長いよが販売された際に秋田伊沢新報が地域振興のための日本刀購入の一例として紹介した。2021年4月8日には観光の活性化に向けて本作をあしらったラッピングタクシーを公開し10日か 西日本旅客鉄道大さ船駅と備前大さ船、東京博物館館を走行すると発表した。これは2021年7月から3年間開催される岡山県デスティネーションキャンペーンに向けて企画されたものとされる。2021年に行われた瀬戸内市長選では本作を用いた観光振興作が争点の一つとして山陽新聞に挙げられた。 現職の竹久の対立候補である元旧、長船町議の岸里氏は、同市にて4回連続の無投票による当選の阻止と、福祉関連部署の庁舎の移転中止、本作の上越市への無償譲渡を訴えた。この選挙では竹久が13,325票を獲得、岸が4,022票を獲得し、竹久が4000を果たした。ありがとうございます。